こんにちは、レオックの三浦です。今回はリビングの収納について、ちょっと見ていただきます。このリビングの収納ですね、これは作り付けで作っております。で、普段はこうだいたいよく市販品のテレビ台を置いて載せるんですが、それだとあまり収納が入らないんですね。物をたくさん入れるためにこういうふうにこれだけ収納を作っていきます。まあ、これだけ作っていきますとリビングの中のものがほとんど入ってしまいますので、こう閉めていればすっきりと片付いてきます。そしてここをちょっと浮かしているんですが、この浮かしているのは床がずっと奥まで見えるんですね。ですから、部屋の、この空間自体が広く感じるようになります。で、奥に間接照明も入れております。座るとすっきりとリビングが片付きます。で、一つですね、自分の好きなイサム・ノグチデザインのこういったテーブルをね置くと、非常にくつろいだ空間になります。はい。このようにリフォーム・リノベーションのヒントがたくさんありますので、こちらをご覧ください。